前の時と同じ。ラ・ムルグの心臓、すごい熱気だ。溶岩でできてるのか。でも引いてなんかいられない。
間一髪ってとこか。だがまあ、間に合ってよかったぜ。
まあおかげで話す時間ができたか。大切なものをどこまで守りきれるか見せてみろ、ナユタ。力が奪われる。アルバスさん。生命の源、星の力、それを操れば造作もないことだ。さあ聞くがいい。私はそこの娘に用がある。これ以上ライラたちに手は出させない。な、何それ。あなたの望みは私なんです。だったら私が相手になる。ミトスの強欲、そこまで権限したか。テラの危機を煽り、
お前の覚醒を促す狙いは大方うまくいったようだ。何のこと？我が娘、クレハレム・オルディーンよ。ミトスの王者、ゼクストの言葉によりて思い出すがいい。その力は、お前が今守ろうとしている者たちを消し去るためにあることを。Thank you.
遅かったな。クレハ、お前は思い出しつつあるはずだ。ミドスの民の使命、俺たちが何をすべきかを。故郷、家族、思い出、俺たちから全てを奪ったのは他でもない人間だということ。
ナユタ・ハーシュ、もう少しやれると思っていたが、結局お前には何も守れない。所詮その程度の器だったというわけだ。行くぞクレナ。テラ、俺たちを待っている。さよなら。ま、どうして。